ご視聴ありがとうございます。本日はロジクールの G300SR を購入したのでレビューをしていきたいと思います。人気のあるロジクールマウスの中でも一番安い2280円、ゲーミングマウスの中でも低価格な部類。パソコンでゲームはしないのですが、画像動画編集用に変えました。マウスの購入で悩んでいる方のためにも良い点悪い点見ていきたいと思います。まず一つ目の特徴は9個のプログラマブルコントロール。9つのボタンを自分の使いやすい配置に割り当てられます。次はプログラム可能なライト。3つのモードごとにライトの色やボタンの配置を選べます。次は握りやすい左右対称な形。コンパクトで握りやすいデザイン。左右対称なので左利きでも対応してます。次は DPI のクイック切り替え。ボタン1つで即座にマウスポインターの速さを切り替えられます。それでは商品を見ていきましょう。私がいつも買ってるような激安マウスとは違って箱がしっかりしてます。さすがロジキュールっていう感じしますね。裏面です。サイドシンプルですがかっこいいですね。それでは開封します。マニュアル、保証書、ロジクールステッカー、ロジクールの紹介的な紙、裏面、マウス本体、噂のゲーミングダンボール。この価格帯としては質感がとても良くてデザインもかっこいいです。裏面は鮮やかな青色、ロジクールっぽい雰囲気ですね。サイドはグリップ性のいいラバーがついています。重量 82g、 適度に軽量で握り心地も良く持ちやすいです。手の大きい男性にはやや小ぶりなサイズですね。サイドボタンが上部に配置されてますが慣れれば問題なく使えそうです。マウスを設定するソフトはロジクールの公式ホームページからダウンロードできます。まずここのマウスのイラストをクリックします。こちらで DPI 感度も設定できます。数字は250ずつ調節可能です。こちらで各ボタンの配置を設定できます。右クリックで編集を選択し、こちらで好きなキーを割り当てられます。動画編集やゲームなど自分の好きなモードを3つ作ることができます。ライトの色は7色から選べます。今回は動画編集モードをピンク色に設定しました。私の配置はこんな感じ。一番よく使うカットツール、選択ツール、リップル削除、取り消しを配置しました。実際にプレミアプロで使うとこんな感じです。動画編集でよく使うキーをマウスに設定しておけば時間短縮とストレス軽減につながります。まとめになりますが、まずこの価格帯でロジクールのマウスが購入できるのはとても嬉しいです。サイドのライトも結構綺麗です。ただサイドボタンが上部に配置されているので慣れるのには結構時間かかりそうです。私は親指で押すサイドボタンに慣れているのでちょっと違和感がありますね。あとセンサーに関してはマウスを持ち上げた際のポインターのブレが少し気になりましたが、ガチで FPS ゲームをするという方でなければ特に問題なく使えると思います。ご視聴ありがとうございました。動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。